かね、歩き方のコツということで、まあ、テーマは仙骨ということでね、この仙骨で歩くっていうところだけをこう持ち帰っていただければいいかなと思ってます。でもこれで結構やっぱりいろいろな要素があるですね、この歩き方っていうね。して私自身がなんか歩き方のエキスパートっていうわけではないです、正直言わせてもらってね、はい。ですがこれをあの気をつけていただくだけでも、あのこの仙骨で歩くとかね、うん、まあ、一部の、視点なんですけど、この仙骨を、意識してもらうっていうだけでもだいぶね、この体がね、こう体というか体も軽くなって歩き方っていうのがね、こう変化するっていうのをご実感いただけるかなと思いますので、まあよろしかったら、見てみてください。はい、で早速ね行きたいと思うんですが、で現実的にはですね、やっぱ歩き方って皆さんどうですかねっていうか、見えてますかね。ちょっと見えてたらなんかいいねかなんかいただけると、嬉しいです。なんかね、できれば超いいねとかね押していただけると、張り切っちゃいますね。はい、ありがとうございます。はい、一応聞こえてくれてるということですかね。はい、じゃあやっていきますね。はい、それでまあ、現実ねちょっと話なんですが、歩き方って皆さんどうやって歩きますかね。多くの方は歩き方ってのがこう前にこう歩く人って結構多いんじゃないかなと思うんですよ。こっちの方がいいかな。ちょっとフレームアウトしちゃいますので、こういうふうに前に足まで見えますかね。常に前足にこう乗っていくっていう人が結構多いと思います。前に歩いちゃうね。して私ももうこういう、これ体の原理原則、身体原理っていうんですけど、これ知るまではもう常にこう前にね、まあなんか鳥がこうなんかこうやっていくみたいなね、頭もこう前にね行くような形で歩いてるような感じが多かったですね。はい、あと結構おじさんとかだとね、私もまあおじさん、まあ今日一応私が生まれた、まあ、誕生日ということでね、一応降臨記念日ということで、まあ、別にそれはどうでもいいんですけど、Facebook ライブやらせてもらってるんですけど、おじさんっていうのは結構こうやって歩く人ってこう多いじゃないですかね。こう胸を張ってこうやって歩くって人ね、こうやってね、うん、でこれをなんか背筋を伸ばしてるという勘違いをしてる人って結構多いんですけど、これってめちゃくちゃ、体にとってあんま良くないと思います、これは。はい、でこれどういう状態が起こるかっていうと、大体前に、さっきの前に踏み出すっていうのも、このこうやっておじさんのこういう威張った歩き方にしても、足が大体こうグーって踏ん張るような歩き方になっちゃうんですね。はい、これをやってしまうとやっぱ歩き方っていうのはね、どんどんこう足が硬くなって、して重たくなって、で大体そういう人ほど足が冷たいって人が多いですね。はい、ですので、そういった体にしていかないことが、まあ、すごくね、皆さんウォーキングとかっていうのもすごい体健康のためにとかね、歩くっていうことを積極的にやられてる方っていうのは、まあ、健康意識が高い方だと思うんですが、実際にはね、そういった私が思うその悪い歩き方をしてると、いくら歩いてもなんか体調が悪かったりとか痛みが取れないっていう人は結構多いですね。はい、で私のお客さんの中でも毎日10キロ走ってるっていう人が、なんか頭痛が取れなかったり、頭痛癖がずっと治らなくてうちに来ていただいたりだとか、それとか週に3回スポーツジム行っても腰痛が治らない人だとか、まあ、結構ねこう動いてて結構いろいろ歩き回ったりとか走り回ったりしてる人でも、そういった体調が変わらないって人結構多いですね。はい、でその中でもやっぱ人間ってやっぱ歩くっていうのね、結構ポイント、一番、まあ、基本中の基本というかね、大事なことですので、まあね、今日こういったテーマにさせていただいたんですが、うん、でまあ、ちょっと話がね飛び飛びで本当下手で申し訳ないんですけど、まあ、ちょっとこういうグッて踏み出して歩く人、いわゆる前にグッて力を入れて歩くっていう人とか、こう結構ね、まあ、そういう人が大体まあ一緒ですけど、胸を張って
ね、なんかこう歩いてしまってる人っていう人が多いかなということです。で、まあ、結論的にですね、まあ言うことはいっぱいあるんですが、今日はとにかくテーマはこれということですね。はい、仙骨で歩くということですね。歩こうか。はい、でここで重要なのが仙骨で、仙骨って分かりますかね、このね、分からない方はもういらっしゃるかなと思いますので、ご説明させていただくと、まあ、骨盤ですね。骨盤があって、この真ん中尾底骨の上あたりが仙骨っていう位置づけでいいかなと思います。はい、ちょっとこんな形になってるところですね。はいはい、そこで、まあ、歩きましょうということです、結論的にはね。はい、でこれ、まあ、本当に至って簡単なんですけど、仙骨をまず触れてください、ペタッと。で多分片方で触るよりも両方の手でピタッてこうね、まあ、なんていうんですか、半分ずつみたいな形でこう仙骨を触っていただく、こんな感じですね。見えますかね。はい、で若干ちょっと上げ気味、仙骨を少しちょっと上げ気味ですね、ちょっとこういう形で、なおかつ少し前に押し出してあげる感じですね。これをちょっと前の方に押し出してあげるような形で、歩いてくださいということですね。はい、このまず普通に立っていた状態でちょっと上げてもらって、前に押し出してもらうだけで、なんとなくこう体が軽くなる感じってお分かりですかね。ちょっとわからない方だと、ちょっと方向が違ってたりだとか、ちょっとここいまいちその方向がちょっと違ってる可能性ありますので、少し上げながら、少しちょっとこう、ちょっと上げてあげるような形で前に押し出してあげるような形ですね。これでちょっと歩いてみてもらえますかね。こんな感じでフレームアウトしたなとして、こんな感じでね。はい、一番いいかな、こんな感じで。どうですかね、こう軽くなる、なんか軽くなったっていう人は超いいねいただけますかね。全然軽くならないよっていうのであれば、バッドボタンでもいいですので、それにちょっとついてお答えしていきますけど、どうですかね、軽くなったっていう人はいいねしてください。あ、反応がないな。はあはあ、まゆみさん、はあですね。あ、いいね、あ、超いいねの、あ、してくれましたね。はい、まあ、実感された方もいるし、もしかしたら実感されない方っていうのもね、多分いらっしゃると思うんですが、これね、どういうことかっていうと、この原理というのは、真ん中に意識がいくんですね。この今日のテーマ、仙骨で歩く。仙骨で歩く。目標はこれだけです。仙骨を持ち帰ってください。仙骨っていうのね、私は仙骨で歩くんだっていうことをやっていただくための、あ、今日はテーマです。はい、いろいろ言いたいことあるんですけど、さっき言いましたけど、それ言うともう本当にキリはないですので、今日は仙骨で歩くっていうテーマでね、はい、今後もまあこういう歩き方、他のポイントもありますので、やってきますので、はい、それは楽しみにしててくださいということなんですけど、今日は仙骨ということでね。はい、でこの仙骨で歩くっていうことをやると、まあ、最初に多くの方の歩き方の現実として、前足に乗ってしまう、前に常に行く歩き方、これどういうことかっていうと、中心がずれるんですね、私たちの。要するにこう体がグッて前に出てしまう、こうですね、グッて。だけどこの仙骨っていうのを意識してもらうと、仙骨って体の真ん中じゃないですか、これ真ん中じゃないですか。はい、ですので、この中心の意識がすごい高まるわけですよ。そのために、で頭で仙骨仙骨ってやっても、僕たちってそれほどね、うまくできてないですよ。できないんですよ。仙骨で歩きましょうね、はい分かりましたって仙骨で歩けるかっていうと、そうじゃなくて、あ、分かりましたっつって触らないで歩けるかっていうと、そうじゃなくて、できない人が多くて、触ってあげることで、あ、私は仙骨で歩くんだっていう意識が芽生えるわけですね。はい、ですので、こう触ってあげてほしいんですよ。だから自分を結構疑わないとダメです。うん、あ、仙骨ね、あ、うん、分かった分かったっていう人結構多いんですけど、まあ、そんな簡単なものじゃないということです。私たちは自分たちの体を、ほとんどの人は、まあ、私もそうですよ、コントロールなんかなかなかできないと思ってください。はい、
で、まあ、コントロールできたとしても結構ね、なかなか自分の思ってるのとはだいぶずれてるというかね、そういうことが現実ですので、まあ、これ自体もなかなかね、追求していかないとちょっとわからないことなんですが、疑ってね、しっかり、まあ、用心深くっていうわけじゃないですけど、仙骨をしっかり触れてあげてください。で、私は仙骨で歩くんですよって意識で歩いてください。で、で一つはあとゆっくり手、ポイントとするとね、丁寧に歩いてくださいということです。あんまこう仙骨を触ってこうなんかこういうふうにね速く歩くってなると、やっぱそこの意識がちょっとずれてきますので、あくまでも仙骨だけの意識で優しく歩いてください。これだけでも多分、体ってねこう変わるんじゃない、歩き方っていうのは多分変わるんじゃないかなと、まあ、私も実感してるし、結構比較的ね、誰でも分かりやすい、のが仙骨への意識だと思ってます。はい、まあ今日はこんな感じなんですけどね、はい、また何かねこう聞いてみたいこととか、まあ、今後のお話をさせていただくと、まあその、まあ、基本的な歩き方っていうのポイントまだ結構ありますのでね、まあ、お伝えしたいことは本当山ほどあるんですが、その中でも、まあ、とにかく分かりやすい形ということでね、皆さんが気軽に取り組んでいただいて、で私が目指しているところは基本的にも日常の中でできること、それもなんか時間をこう何なんですかね、多くの人今コロナで結構私の地元でも問題になってますけど、ジムとかね行くとかそういう場所に行かなくても、ご自宅とか自分がお一人でもこうなんか仕事中とかなんか移動の時とかそういうところでもね、できる知恵ということでね、で私がやっぱこの身体原理っていうのをね探求させていただいてるんですが、やっぱメリットっていうのは本当にその場所とか選ばずね、自分の意識だけで自分の体っていうのをね変わるっていうことをね、常に探求できるというか、そういうものですので、ぜひ、ね、これからも、まあ、こんな知恵をね、皆様に、お伝えしさせていただければいいかなと、まあ、勝手に思ってますけど、また何かね、あと一番嬉しいのはやっぱご質問とかね、今日の話もちょっとわからないとかね、うまくできないとかっていうことがあれば、もうそれね、大体そんなもんなんですよね、基本的にはね、でさっきも言いましたけど、逆にあよすごいいいですみたいな、なんか分かりましたイエイみたいな、そういうことではないですので、はい、僕なんかもやっぱこう例えばこれね、まあ、今後お伝えしていきますけど、仙骨だけをやればいいのかっていう世界じゃないですよ。これ言ったらちょっと身も蓋もないんですが、他の意識がないと本当にいい歩き方っていうのはねできないんですね。だからそういった知恵も、これからね、小分けしてやって最終的にガーツンみたいなね、バチンみたいな形でいくっていうのがね一番理想な体の変え方ですので、ただやっぱそうやって一つ一つね、今日もやりましたけど、今日はまず仙骨ということでね、やりましたけど、このね今日から仙骨で歩いていただきたいなと、思ってます。はい、これどこでもできますのでね、ぜひやってみていただきたいなと思っております。はい、じゃあまたなるべくね日を決めてきてやっていきたいんですが、ちょっと自分の方でもね、ちょっと企画というかね、ちょっとまだ固めきれてないですので、まあ、やる前には必ずというかね、まあ、予告をしてきますので、ぜひね、また、ご参加していただけると嬉しいです。なんかね、まあ、さっきも言いましたけど、なんかご質問とかね、こんなお悩みがあるとかね、っていうのがあればね、もう、バシバシね、メッセンジでも、メッセンジャーでも、ここのコメントいただいてもいいですのでね、はい。今後ともよろしくお願いいたします。はい、私のあれ言ってませんでしたね、肩書きというかそういうの言うの忘れてましたけど、まあ、ご存知の方は結構多いかもしれませんけど、私はまあ静岡県富士市でね、整体師をやってます。で一応自分とすると私ね今日でね実は52歳なんですけど、こうやってねちょっとシニア、まあ、若い方ももちろんまあいらっしゃお客さんとしていらっしゃるんですが、
なるべく私45歳以上の方とかね、シニア層の方に、こういったね体の使い方っていうことをね、あのレクチャーさせていただくことをちょっと目標にね、あの活動してます。はい。でこういうことをね、まあ、ちょっと本当全然話がもう最初に言うべき話だったんですけど、こういう体の使い方っていうのは本当筋力に頼らないでねできる、素晴らしいね体の知恵、私たち人間に備わったね、機能ですので、こういったものを使っていくと、年齢問わずね、体が進化していけますので、で究極は老いても強しというね、武道でいうとそういう言葉があるんですけどね、まあ、そういったことが可能ですので、なんか年を取ってどん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 なんか落ちていくみたいなイメージの人いらっしゃいますけど、まあ、こういったね今日の歩き方っていうのも変えていただくだけでももっともっと若々しくね、楽しく元気に、夢とかね希望を持って生きられる、ことにつながると思いますので、ぜひね、これからも見ていただけると嬉しいです。すみません、ちょっと最後グダグダしちゃいましたけど、またお会いしましょう。では今日はこんな感じで終わりさせていただきます。